講座制と学科目制は共に大学の学部や大学院の研究科の中に置かれる教員組織の伝統的類型。学部の学科のもとにこれら講座や学科目という組織が置かれることが多く、学科が存在しない場合は学部に置かれることが多い。大学院の研究科にも置かれることが多い。講座や学科目などの組織から派生して教えるものと学ぶもの。 その他で入りするものによってコミュニティが形成されることが多い。これらはそのまま講座、学科目という時もあるが教室や研究室と呼ばれることもある。講座制については教員組織の職会や講座制度における人員配置、役割分担の状況に応じて大講座制、小講座制という二つの区分がある。講座制は旧制大学の 特に帝国大学で取られた制度であり、学部の会に学問の専攻分野ごとに設けられた。講座内は原則として教授が指導し、教授助教授講師助手の階層関係があった。戦後、このような階層制の弊害や教育を研究の分野に無理に一致させることの弊害がささやかれ、教員の緩やかな連合的つながりである学科目制が新設された。 長らく教員組織の制度は、この二つのみしか認められていなかったが、2000年代初頭に、それ以外の大学の定める組織も認められることになった。さらに、2007年4月1日から、講座制、学科目制の双方の制度は、共に大学設置基準から削除された。また、大学院設置基準の第7条、第2項において、大学は、 教育研究の実施にあたり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように、教員組織を編成するものとする。と規定された。教育と研究の双方において必要な専攻分野ごとに、講座を設置し、教育研究に必要な教員を配置する制度である。講座には、教授、 準教授、助教の三種の教員を原則として置くものとされている。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは講師を置き、または準教授もしくは助教を書くことも認められている。講座は原則として、専任の教授が指導的な立場につくものとされている。講座のもとに複数の研究室を置き、複数の教授が所属する場合は大講座制と呼ばれる。 一方、一つの研究室が置かれ、一人の教授が所属する場合を小講座制という。大講座に小講座を所属させる大学、学部等もある。講座制は、旧帝国大学の多創立が古い大学が採用することが多かった。現在は、改祖されていることが多い。教育の上で必要な分野ごとに、学科目を定め。 その教育研究に必要な教員を置く制度である。学科目には教授、准教授、講師、助教などが任意に置かれる。教育上主要と認められる学科目は原則として専人の教授、准教授が指導的な立場につくものとし、主要な学科目以外の学科目についてはなるべく専人の教授、准教授、講師が 指導的な立場につくものとされている。また、学科目は学科内のコースを示す言葉としても使われる。学科一括で募集された学生は2年次以降に学科目に分属される。ありがとうございます。